あ、すみません。何でしょう。言っていただければ私が持っていきますよ。そういうことでしたら、はい、こちらが行動の使用申請書です。1週間以内に提出してくださいね。え、お仕事？ああ、これは図書室から借りてきた本でして、これです。実は姉さんから聞いた話があまりにも口頭無形だったもので確かめたくなりまして。はい、成人と認められるにはバンジージャンプをしなくてはいけない場所があるとか、トマトを投げ合うお祭りがあるとか。でも本によると姉さんの話は全部本当。私は姉さんのことをもっと信用しなきゃですね。あ、ちょうど姉さんから。今日の会議眠くなっちゃったから何秒床に足をつかないでいられるかってやってたんだ。そしたら眠気が飛んだから、しおり子もやってみな。絶対嘘です。